どうも皆さんこんにちはチャックバスです本日はですねヒルトンのデスクにですね問い合わせてみたということで動画ねやっていきたいという風に思います先日ねこちらの動画ね出させていただきましてほとんどの内容に関してはねそのまま 変更等々もなくてね良かったわけなんですけどもこのね動画内で解説させているステータスマッチ後のです、ね、宿泊の調整部分にですねデスクの回答で違う回答をねもらっている方がねいらっしゃるということで。 今回ですね再度デスクにね確認させていただきました結論を先に言うとですねこちらの動画のね内容の通りということで間違いはありませんですのでこちらのはね見られた方に関してはね安心して利用していただければなっていうふうに思います でですね、こちらのデスクの回答がですねちょっとねばらつきがあったということで、まあ、こちらに関してはですねまあ個人的な意見なんですけども10月の27日にですねメールでね発表があったということでその内容の中にですねステータスに関してね変更があったということで、まあ、そこら辺でですね情報が錯綜してたのかなっていうふうに思っておりますでですね今回確認させていただいた内容に関してはですね私のチャンネルのねコミュニティ欄でもね 話はさせてていいただいただんでですすけども、まあ全ての方がですねこちら動画をね見られている方はいらっしゃると思うんですけども、まあ、コミュニティ欄でねてね仲間なかなかねそこまで見られないっていう風に思いますので、まあ、ちょっとね重複してしまうね部分はあるかなっていう風に思うわけなんですけどもこのヒルトンのねステータス に関してはですね結構ね質問等々も頂い,いておりますんで改めてね解説やっていきたいというふうに思います。それではまずですねステータスに関してなんですけども10月の27日にですね 延長が発表されました。2020年のステータス自体がですねそのまま2021年にダウングレードせずですね2022年の3月末までね利用できるっていった形になっております。ということで2020年現在ですねゴールドダイヤモンドなどのねステータスを保有されている方はですねそのまま2022年の3月末までねステータスが維持できるっていった形になります。 次にですねステータスマッチを行った場合ですねステータスマッチに関してはですねヒルトンダイヤに9泊で慣れる方法っていうねこちらの動画ね 出させてていいただいておりますんでちょっとね大部分に関しては省略させていただくわけなんですけどもステータスマッチを申請してですねステータスマッチの申請が通るとですね90日以内に10泊でゴールド18泊でダイヤモンドっていう感じでステータスがね利用できるっていった形になりますでですね2020年に関しては12月までですね宿泊実績はね 2倍になるキャンペーンっていうのが行われておりますんでこちらの必要日数がですね半分になるっていうふになっておりますんで5泊でゴールド。 9泊でダイヤモンドっていうねステータスが利用することができますでですねこの5泊9泊に関してはですね5泊9泊ということでこちらね1滞在っていうねカウントではなくて連泊でもオッケーっていう風になっておりますでですねこれをですね年内に達成するか2021年にね達成するかでステータスがね維持できる期間がね変わるっていった感じになっております この点でですねデスクの回答がねちょっとね錯綜してたわけなんですけどもステータスマッチをね行った後にですね年内に ダイヤモンドね達成された方に関しては2022年の3月末までっていう風になるわけなんですけどもこれをですね2021年にね達成された方はですね2023年の3月末までですねステータスが維持できるっていった形になりますですのでもしねステータスマッチ後の90日以内のね期間が2021年まで またがっている方でであればですね年内に8泊こちら宿泊実績2倍のキャンペーンで16泊っていう計算になりますんでプラスですね年明けに 2泊することによって合計ね18泊っていう風になりますよねそうすると2023年の3月末までですねダイヤモンドステータスがね維持できるっていった形になっておりますこちらに関してはですねあくまでステータスマッチを行って90日以内にね利用するっていう話ですのでステータスマッチをね利用しないと誰でもね利用できるわけではありませんのでこの点をね注意していただきたいなという風に思います それではではすね次にステータスマッチをしない場合もしくは以前ですねステータスマッチを行っていてもう利用できない方はねどうするのかっていうね話が出てくるというふうに思うわけなんですけども先ほども言いました通り宿泊実績はね2倍になるキャンペーンが来ておりますので15泊ねすると30泊のねカウントっていうふうになりますよね。そうすすすするとでででねねね来年ス、ね、ステータス維持がです、ね、半分になる いいううね対応が取られるっていう風になっておりますんで2021年に関してはステータスの獲得条件っていうのが半分の、ね、宿泊実績で利用できる対応がね取られるっていうのが先日のねメールの発表でされているっていった形になりますのでこちらに関してもですね2023年の3月末までねダイヤモンドが維持できるっていった形になります。 またですね、2020年中にもうねヒルトンホテルに宿泊することができない方っていうのはね中にはいらっしゃるかと思うんですけどもこちらに関してはですね2021年にダイヤモンドステータスね獲得するには必要宿泊実績っていうのがですね30泊ね必要っていうふうになりますので来年以降ですね30泊してダイヤモンドステータスね獲得していただくっていった形になりますなんですけども仮にですね2020年中ですね 今までの期間で宿泊実績はですねあればですねこの実績自体は来年もね消滅せずにね移行されるっていうのもですね対応で発表されておりますので、まあ、必要宿泊日数はですねダイヤモンドステータスになるには30泊はね必要っていうふうになるわけなんですけどももう少しね少ない日数でねダイヤモンドステータスね維持できるかなっていうふうに思いますのでこちらもね覚えておいていただけたらなっていうふうに思います。 いかか。がだったでしょうか今回ですねヒルトンデスクにね問い合わせしてみたということで動画ね作らせていただきましたけども。 私がね最初問い合わせた時とですね後で問い合わせた時、まあ、結局ね同じ回答だったわけなんですけどもおそらくですね10月27日の発表で情報がですね錯綜してたのではないのかなというふうに思っておりますですのでまあ基本的にはですね前の動画ね見られた方はですねそのまま利用してみていただけたらなというふうに思いますし GoTo トラベルキャンペーンがね2020年11月現在ね行われているというふうになります のでまあ間違いなくですねステータスを狙う方は今はねチャンスかなというふうに思いますので是非ね狙ってみていただきたいなというふうに思います。 またですねステータスマッチ後にですね9泊もされてですねダイヤモンドステータスねなられているっていう方はですねあとね6泊宿泊すればですね宿泊実績ね2倍のキャンペーンで合計でね30泊っていうふうになりますんでもしねステータスマッチしてもうねダイヤモンドステータスになられている方であってもですね2023年の3月末までねダイヤモンドステータスね維持することも可能っていうふうになっておりますんでこちらもですね ぜひね、検討してみてみいいいいたただきたいなという,ふうに思います。私もですねもうねヒルトン成田に9泊ね利用させていただいてダイヤモンドステータスねなることはもう確定してるんですけどもあと6泊ですねステータス維持が1年間ね延長されるのであればですね私もね狙っていきたいなっていうふうに思っております。 ま,たですね、まあここまでですねヒルトンのステータスの獲得がですねハードルが下がってるっていうのはですね間違いなくマリオット・ボンボイのねステータスマッチの影響だとね 個人的には思っておりまます。す、まあどこもですね、ホテル業界ねこの新型コロナの、ね、影響で大変っていう風になっておりますんでお客さんをね取られまいっていう感じで必死なんだという風に思うわけなんですよね。まあ、今後もですねお得な情報が出てくるかなっていう風に思いますのでまたねチェックしてみていただけたらなという風に思います。でですねヒルトンの予約すする際なんですけども、 ポイントサイトをね経由するとお得にね利用することができるっていった形になっておりますんでヒルトンのね予約に関しては楽天がね運営しているポイントサイトがありまして楽天リーベイツっていうところにですねヒルトンホテルの案件ね出ているっていった形になりますんで、まあ、還元率に関してはまあ2%ということでまあすごいね キャッッシュバックはね受けられるわけではないんですけども、まあ、ビビたるもとでもですね獲得していっていただきたいなというふうに思いますのでこちらもね概要欄に貼っておきますのでぜひね利用してみていただけたらなというふうに思います。またですね初めて楽天リーベですね利用される方は3000円以上ね利用すると500ポイントがねもらえるキャンペーンもねやっておりますのでこちらもねおすすめっていうふうになっております。 今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルはですね、こういった ANA マイル、ジャルマイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボーホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。